さんカメラチャンネルのタカさんです、久しぶりの登場なんですけれども、ちょっとぎっくり腰をやってしまいまして、今も結構辛いんですけれども、動画をしばらく上げてないのでちょっと頑張って撮影してみました。はい、本日はですね、今こちらつけてます、撮影をアシストする、ボディースーツですね。こちらフライカムのスーツなんですけれども、それにいつも使ってます、ブラックマジックのアーサーミリプロ 12K のカメラですね、それを、こちらの、ローニン2、シネマカメラ専用のジンバルですね、こちらなかなか重いんですけれども、こちら手持ちのセットアップが 14.8kg もしくは 15kg ぐらいあるんですね、そちらをですね、こちらの、ボディースーツですと、手を離して運用ができる。まあその代わり、腹筋とか足腰、腰にですね負担がかかってしまうので、今ちょっとぎっくり腰なんでコルセットをしながらこちらのスーツ着てるんですけど、かなり撮影するちょっと体調じゃないんですけれども、頑張ってます。こちらですとやはり手をですね離さなくても大丈夫なんですね。でこちらで、まあ、撮影をするということなんですが、まあまあこちらはレンズはついてない状態なんですけれども、こちらで撮影した、そのセットアップのですね、どのように、揺れを抑えることができるのか、なかなか手持ちですとですね、この 14.8kg もしくは 15kg をですね持って撮影するとなると30秒とか、私はちょっと1分も撮影できないんじゃないかと思うんですけれども、それが手を離してもこちら、まあ、当然なんですが運用できる。まあ、その分足腰を鍛えないといけないんですけれども、こちらのこの縦揺れですね、こちらをこのダンパーで抑えることができるのか、それとも重すぎて、ローニン2プラスブラックマジックのセットアップですと、14.8kg もしくは 15kg ですね、それを支えることができないのか。こちらのですね、フライカムのこのボディースーツのアシストのスーツはですね、マックスが 15kg なんで、まあ、ギリギリというか、もしかすると、まあ、このセットアップを支えないことができないんじゃないかと思うんですけれども、まあ、マックスギリギリということで、セットアップの状況、そして揺れを、まあ、抑えることができるのかどうかを検証したいと思います。そしてですね、こちら、前使ってました、ジーウンのクレーン 3S ですね。なかなかブラックマジックのセットアップはですね、重すぎて、運用が難しかったんですけれども、こちらのスモールリグをですね組んで、そして今こちらボディースーツですね、フライカムの、それで運用すると、手ぶれを抑えられるのかどうか検証するんですが、一応使うレンズはですね、シグマの 28mmF1.4 のちょっと重ためのレンズを使うんですけれども、さあこの2機種で、運用がどのようにできるのか、もしくはですね、こちらの、ペイロード 6.3kg のジンの、ジンバルですと、だいたいこの手持ちですと、8kg ちょっとぐらいなんですね。そうするとだいぶこちらのローニン2のセットアップより軽いんです。まあ、7キロ弱ぐらい軽いので、まあ、全然もう半分近いんですけれども、そうすると逆にこのフライカムのボディスーツのセットアップで、使ってみると、ダンパーもまあ楽になるんではないかと思いまして、この2つの運用を、ぎっくり腰の老体に鞭を打ってですね、頑張りたいと思います。それでは、動画に移りたいと思います。はい、よろしく最後までご視聴お願いいたします。はい、あ、腰つらい、腰つらいっす。あ、よいしょ、あ、よいしょ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 、DJI のローリン2にですね、ブラックマジックアーサーミニプロを、乗せまして運用してるんですが、こちらブラックマジックと、DJI のジンバル、そしてモニターですね、リグ、そしてバッテリー等を含めますと、15キロぐらいあるんですね。
かなり重たいセットアップということで、まあ私の体格ではですね、まあ、30秒とか1分弱ぐらいの運用しかできないかと思うんですが、ですので今検証してます、ボディースーツですね、フライカムのボディースーツを使って、運用する、まあ初めてのですね、トライにしては、なかなか縦揺れをしてない形には見受けられるんですが、こちらの DJI Ronin 2はですね、GPS 機能ですね、カーナビとかについている、衛星からの信号を3つ受信しての水平を取るということなので、やっぱりロール感はないですね。まあその点重量が重い、そして、金額はですね、なんと、税込み91万という形のジンバルなんで、まあ制御してもらわないと困るという形にはなるかとは思うんですが、まあ素人カメラマンの初トライとしては、まあまあ、縦揺れは多少してるんですけれども、ロールはせずに運用できているんではないかなと思いますね。私はアマチュアなので、プロの方がですねジンバル歩きとすればもっと、揺れない綺麗な映像が撮れるかとは思うんですけれども、まあまずまずですかね。いろいろダンパーちょっとそのボディースーツのダンパーは、調節したんですけれども、まあその、いろいろ調節しても、まあ同じような感じで、撮れてるような形かとは思います。はい、今度はですね、ローリン2のセットアップに変わりまして、こちらのセットアップ、こちらはですね、クレーン 3S の、ジンバルですね、それにスモールリグのこのリグをつけたセットです。こちらですとですね、ローリン2のセットアップよりだいたい半分まではいかないんですが、だいたい8キロぐらいですね、8キロちょっとぐらいですね、ですのでこちらのフライカムのアシストのスーツで運用するには結構楽なんですね。だいぶ持ってても腰も、ぎっくり腰の私にもちょっとだいぶ、楽です。はい、これで揺れがですね、収まれば当然いいんですけれども、まあ、もちろんこちら撮影の時はレンズをつけるのでもうちょっと重たいかとは思うんですが、こちらで今度、運用のテストをしてみたいと思います。やっぱだいぶ軽いですね。半分近いということで、もう本当なんか浪人2を担いだ時と比べると全然軽いです。浪人2はこれ持ち上がらないぐらい重たいっす。めっちゃ重たい、これいい重たい。こちらですとですね、浪人2はですね、上下でこちらプレートで挟んでボディを固定するっていう形になるんですけど、こちら、下でしか支えてないんですね。ですので、モニター、最初からブラックマジックアーサーミニプロについてるこちらの開閉式のモニターを使えるので、別途、まあ、モニターが大きいのあった方がそれは見やすいかとは思うんですけど、まあ、運用上ですね、まあ、だいぶ、モニターも大きいものだと思うので、こちらで、まあ、運用できないということはないので、まあ、こちらでですね。で、使うレンズはですね、同じ、シグマの、28mmF1.4 のレンズですね。こちら1キロちょっとぐらいあるんですけれども、こちらで同じように検証したいと思います。それでは動画の方に参りたいと思います。はい。ジームのクレーン 3S ですね。こちらのですね、ペイロードは 6.3 キロということで、やっぱりローニン2に比べるとだいたい半分まではいかないんですけれども、8キロぐらいなんでだいぶ軽く感じますね。ローニン2はまあ15キロということなので、軽いということで、縦揺れを抑える、そして、ロールも抑えることができるんではないかということで、ちょっとトライしてみたんですけれども、やはりですね、浪人2と比べるのはちょっと酷だったかなというのは、見受けられるんですね。
これから流れますですね、撮影動画を見るとやはりですねちょっと、ロール感がありますかね。やっぱりその GPS で水平を撮ってるということは、まあ、ちょっと驚きなんですけれども、ロニン2は、いかんせんクレーン 3S はやはり電動で水平を撮ってるということなので、やはりちょっと縦揺れもですね、まあ、初トライということなんですけれども、ちょっと揺れてますかね。あとやっぱり、ロール感ですね、ちょっと傾いてしまうんですね。これはちょっと映像としては、ちょっと厄介な形になってますかね。やはりペイロードは 6.3 キロということなんですが、ブラックマジックアーサーミニプロ 12K のカメラとですね、シグマの 28mm F 値 1.4 のレンズ、1キロちょっと超えちゃうんですね。それに SSD の、記録メディア、そしてバッテリーをつけますと、やはりちょっとですね5キロぐらいいっちゃうんですね。そうするとペイロード 6.3 キロということでも、やはり縦揺れもロールもちょっと抑えるのは難しいかなという形でしょうかね。一眼のカメラぐらいのですね重量でしたら、問題はないのかもしれませんが、やっぱりシネマカメラをですね積むのはちょっと酷なのかなという形はしますね。あんまり歩き回ったりとかですね、そういうことがなければいいのかもしれないんですが、さすがジンバルなんでね、やっぱり走らなくても歩くということでも、揺れは収まえてはもらいたいんですけれども、ちょっとシネマカメラを載せるっていうのはちょっと無理かもしれませんね。私は素人カメラマンなので、プロの方がジンバル歩きをしたらもうちょっと抑えることができるか、もしくはダンパーをですねいろいろその強めたり、弱めたりしてやったんですけれども、はい、本日の検証なんですけれども、こちらは、ローニン2のですねシネマカメラ専用のジンバルですね。こちら、モニターなんですけれども、こちらカメラとレンズを載せると、14.8 キロ、もしくはこちらのバッテリーをですね、ローニン2のバッテリーから、給電しなかった場合、こちらの大きい、バッテリーをつけると15キロ超えちゃうんですね。そうするとかなり重量的に重くてですね、絶対この、フライカムの、アシストのスーツが必要になるんですね。本日よいしょ、こちらのスモールリグに組みましたセットアップの、これ重たい自運のジンバルとですね、こちらを比べてるんですが、なかなかどちらもですね完璧に縦揺れを制御ちょっとできてないな、これからまた、試行錯誤、ダンパーの強さを変えながらですね、運用できて、そしてより良いですね画面の揺れない動画をお届けできればと思います。なかなか難しいんですけれども頑張っていきたいと思いますので、これからもご視聴お願いいたします。はい、いかがだったでしょうか。なかなか難しいです。はい、ジンバル運用はこれも、ブラックマジックアサミニプロのですね、ボディが重たいということなんですが、なかなか 12K ですとか 8K 動画をですね、バッテリーのある限り無制限で撮れるということになると、かなりボディはでかくなってしまうということはしょうがないのかもしれません。はい、これからもどんどん検証したいと思います。はい。